千線駅は大阪府大阪市西淀川区佃田2丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS06。大阪府にある阪神本線の駅の中で一番端にある。東隣にある姫島駅とは 1.5km 離れており、これは阪神の中でも一番長い距離となる。平日の朝ら主事に運行される区間急行の停車駅である。 1975年、浅線駅付近降下工事に伴い、当駅上り退避線が支障するため神戸寄りの空地に退避線を仮設、上り電車の退避は、クイセ線間の信号場で実施された。国土地理委員地図、空中写真閲覧サービスをもとに、作成ホーム退避設備を有する、島式ホーム2面4線の高架駅。改札口、コンコースは2階。 ホームは3階にある。改札口は1カ所のみ。阪神電鉄の駅の中で、準急、区間準急を除く、優等列車が停車する駅としては唯一、ホームに発車表が設置されていない。ただし、現在は、発車表とは別で設置されている LED、フリーボードが、発車表を兼ねている。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。ホーム有効長は、 阪神車両8両編成分。2019年時の1日平均乗降人員は17,026人で、ある。JR 東西線、三手倉島駅の開業以降、乗客の減少が一しい、近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。西口の駅前通り、神崎川の中洲である筑田に立地する。 江戸時代に当地より江戸へ移住した人々によって開かれたのが東京都中央靴下である。ありがとうございます。